里崎チャンネル。よっ。こんにちは。早いもので8月ももう終わりますね。そうですね、はい、今日が8月26日なんで、はい、まあ、約2ヶ月経ったということはやります、はい、だからセリーグは7月20日時点の順位は、はい、巨人、ヤクルト、阪神、DeNA、広島、中日っていう順位でしたけど、うん、はい、今日26日時点で言うと1位巨人、はい、一緒、うん、で DeNA、うん、阪神、中日、広島、ヤクルトと、ヤクルトが一気に落ちたっていう。おー、2位から6位までいっちゃうんですね、うん、この1ヶ月でね、うん、で逆に DeNA がと中日がちょっと上がってきたかな。そうですね、4位から2位になったと、うん、そこが、うん、まあ、何が変わったのかっていうところで、はい、うん、まず、はい、現時点の防御率、はい、ピッチャー1位は巨人、はい、3.41 と、うん、開幕1ヶ月より多少悪くなってますけど、はい、それでもまだ1位じゃないですか。そうですね、うん、防御率1位はやっぱでかいですね。うーん、 3.41、うん、でチーム打率が3位、2割5分6厘、うん、だから若干ちょっと落ちた、落ちたですね、前回よりも、はい、で得点260の1位、うん、もうダントツ。おー、そうですね、この1ヶ月でだから131点。あ、まあでも本当に前回のと一緒ぐらい持ち越してきたっていう、はい、で、失点数が189点で、うん、これも一番少ない、はい、で、まあ、131点取って失点123だから、まあ、貯金あるじゃないですか、プラスですね、うん、で、ホームランが75のダントツ1位なんですよ。本当、44本増えてる。だから一番やっぱり打ってるじゃないですか、はい、まあ、この1ヶ月間も、うん、で、盗塁が36個で2位、はい、っていうところですけど、まあ、1位と2画してるし、そうですね、1位が阪神の40個、はい、っていうところで、はい、もう隙なしだね。そうですね、でフォアボールが、あ、エラーが前回一番少なくて、うん、で今回も14と、うん、前回4個だったんですからね。そうですね、うん、でも14もダントツ少ないですからね。はい、だってごめんなさい、これさらすようですけど、一番多いのが阪神で41個あるところで14ですからね、うん、だからそういったところでやっぱこのミスで失点してないですよね。そういったところが、まあ、強さを維持してる、うん、まあ、でもちょっと苦労したっすね、この1ヶ月は、はい、巨人は、うん、それでも全項目ほぼ1位っていう、うん、でもこの1ヶ月、はい、若干巨人怪しいとこもあったんですけど、はい、巨人の強さはね、うん、怪しいとこあるんですよ、はい、だからその連敗したりとかっていうところもあるんですけど、必ず1週間は勝ち越すんですよ、はい、だからそこが大きくいかないですね、下に。うーん、だそういったところがこの7月20日以降もこの1位を保ててるところじゃないですか。やっぱりそういうのって選手のやりくりだったり采配とかも、まあまあいいですよね。だからそこでまあピッチャーとかもそうですけど、はい、苦しい状況ありましたけども、なんかブルペンで作ったりとか、あと中継ぎのね、はい、うん、これ巨人と好調な理由言っていいですか。はい、高梨とウィラーですよね。ありがとう、なんか嬉しい、でもちょっと嬉しいですよ。はい、すごい嬉しいですよ。高梨とウィーラー、はい、ウィーラー大活躍じゃないですか。やばくないですか。はい、2割9分ホームラン7本ですよ、はい、ウィーラー、はい、昨日の試合も6打数3安打4打点1ホー1得点1ホーマーで、高梨が移籍初勝利、はい、ヒーローインタビュー生き生きしてたな。防御率 0.00、はい、やばくないですか。はい。でもね、楽天にいた時はね、お二人とも2軍で、ね、うん、やってたわけですからね。だから結局はその全項目がやっぱり上位にいますもんね、うん、防御率だって1位、打率3位で、得点失点ホームランとも1位で盗塁2位でしょ。いや、それ盗塁と打率以外は全部1位ですから、うんうん、そう考えると、はい、それはもう順当ですよね。はい、いや1位にて当たり前、当たり前っていう、これでもし1位じゃなかったら、はい、逆にやばいって言う。相当ですね。あとはやっぱりやりくりうまいですね、うん、いろんな選手が活躍したり、だってあの坂本ね、丸が調子悪くても、はい、まあ、昨日もね結構打ってて、と6打数2安打、はい、徐々に状態上がってきたかなっていうところもあるし、まあ、丸もなんやかんや言いながらホームラン12本打ってますからね、うん、ここぞ。であと中島がね元気だったりとか、まあ、大城、住谷のキャッチャーがね、はい、頑張ってたり、あとは途中から出てる増田とかね、はい、盗塁で足使えたりとか、ね、うん、ね、やっぱ中継ぎがいいですよね、うん、この大竹、中川、はい、高梨っていうところの防御率は本当に素晴らしい。あと、
ね、大江、中川、大竹、中学、高校、大学、大学コンビはね。ほう。だって中川中学、高校高梨、大学大竹大江っていうね、はい、中高大に見えちゃ う, ってい, う、ね、いやいや今いいですよね本当に。ここら辺がね、うん、やっぱりまあ1位を保っている、はい、だからまあ誰か1人っていうよりもなんか全員でね、うん、勝ってきてるところがある中で岡本がドンと座ってたりとか、はい、もうウィラー来たりとかっていう、うん、その補強でもねプラスに来てる、はい、まあまあ申し分なしですね。で今じゃあ2位が DeNA、はい、DeNA はチーム防御率が3位 3.61、はい、で打率が2位2割6分7厘、うん、で盗塁が6位で11個、はい、ホームラン59で2位、うん、で得点が232で5位、うん、で失点218で2位というところで、はい、まあ、やっぱり失点数の少ないところがここを保っているのと、うん、やっぱここから上げていくためには打率がその2位なのに得点が少ないっていう。そうですね、だ要はちょっと点の取り方がね、うん、下手くそっていう。だヒットが出てもバラけちゃってるってことですね。そうとかツーアウトが出たりとか、うん、あとはその続かないと、はい、とか取れないっていう、うん、であのホームラン数が多いんでドカーンが、はい、だからこう連打連打でなかなか点を積み重ねなくてドカーンで入るとかっていうところがあるかもわかんないんで、うん、打率の割に得点が本当に少ないんで、うん、でもこの1ヶ月はその頑張ってね得点数を、まあ、前回に比べるとね伸ばしてるっていうところはあるんで、うん、だって前回1ヶ月で103しか取れてないんで、はい、前回得点が4位だったわけですよ。そうですね。でそれを得点をそこまで129でこの1ヶ月で言うと1、2、3位ですもん。あ、4、それでも4位か。え、得点は5位ですね。あ、違うです、この1ヶ月です。あ、1ヶ月で言ったら1ヶ月で言うと1ヶ月でも4位か。4位ですね、うん、その中で、うん、まあ防御率もしっかり頑張ってるし、はい、打率もまあ打ってるっていうところで、うん、まあやっぱ作戦面しないんでねパンパンって打たないと、まあ、点が取れないっていうところもあるし、うん、あ、ちょっと今永がねちょっと離脱したりとか、はい、あのオースティンがとかロペスも抹消されてたんで、うん、ちょっと選手が抜けていってるん で、はい、で山崎康晃がちょっとね、うん、状態悪くてこの前も降板したりとか、でもその、ね、三島とか、うん、エスコバーとか、はい、そういった選手の頑張りもあるんですけど、まあ、なんとか踏ん張ってるかなっていうところで、もうちょっとその怪我人がね怖いですね。そうですね。してなかった。もう大丈夫だってこんなの喋っとけば大丈夫ですか。はい。あの50分に始まったって知ってるんで。あ、了解です。はい。見てくれていた。はい。っていうところがまあ DeNA のやっぱ作戦がそんなないんで、やっぱボットントンって打っていかないとっていうところもあるんで、うん、その中でね主砲がいなくなったのはまあきついですけど、その中でまあ梶谷とか佐野とかの頑張りもあるし、はい、まあ投手陣もなんとか踏ん張ってっていうところもあるし、ちょっと今我慢しどころかもかですね。はい。ただ本当にゲーム差がないのでちょっと気抜くともうどんどん入れ替わっちゃいますからね、うん、でもやっぱりねエラーのね、うん、少なさがねやっぱりその保ててるんじゃないですか。あー、エラー数が2位ですね、はい、でそこでやっぱり無駄な失点を与えないで、うん、点を取っていく、はい、この高打率を得点に結びつけることですね。もっとやっぱ打率が高いのに点が入ってないところが、はい、やっぱもうちょっと上に行けないところだと思うんですよ。うん、だそういったところをどうにかチームで改善していくことが求められますね。はい。で今じゃあ阪神、はい、阪神は、チーム打率が、あ、チーム防御率3割5分9厘2位、はい、でもあの先月よりはだいぶ良くなってるんですよね。そうですね。だって先月はチーム防御率阪神 4.13 ですからね。それが 3.59 になってるんで、うん、だからかなりの改善ですよね。良、うん、くなってますね。ああ、チーム打率が2割4分2厘、はい、5位。やっぱここが、はい、打ってないですよね。チーム打率阪神、まあ、2割4分でも6位だったから、あ、でもそこから5位に上げてきてるってことですね。あまあそうだね、はい、上げたっていうの、あ、上げたって、ちょっと減ってる、減ってるけどね。順位としては、うん、だやっぱりね、だタイガースの課題は、うん、打ったら勝てるんですよ、はい、もう明白に、うん、ここが、はい、でそれをどうやって得点に結びつけるかっていうところで、得点が238点と4位、うん、はい、得点90点だから前回の、ね、開幕して1ヶ月が、あ、そっから今月148点取ってるんですよ。そうだから今月だから この1ヶ月でいうと、うん、阪神がセ・リーグで一番点取ってるんですよ、はい、148点と、うん、だそれがやっぱりこのね保ててるとこですよね。あと盗塁が圧倒的に多いのかな、増えてますよね、はい、でも残念ながら、はい、エラー、あ、エラーいくつ41個で一番多いんですよ。ほー、
だからね、阪神はね、うん、やっぱね、はい、ミス撲滅なんですよ。うん、言いました、あのウィークポイントで言いましたけど、はい、あ、こちらの動画です、見てください、はい、あの言いましたけど、タイガースはミス撲滅なんですよ。だこのいい形で得点も増やした、はい、でそしてチーム打率も、まあ、じゃじゃに改善されつつある、うん、ホームランが52で、まあ、5位か、4位か、4位ですね。で今月28本打ってます、うん、で、まあ、盗塁増やして、はい、で失点数が、まあ、223と、まあ、3番目に少ない、うん、でも今月でいうと2番目に少ないわけですよね、はい、セ・リーグでね。そうですね。でそういったところでやっぱね、いい戦い方できてるんで、うん、ミスしないようにしよう。あのミスで負けてるとか、うん、ミスで負けちゃうとか、これ記録に残るエラーだから、はい、記録に残らないミスとかもちょこちょこあるから、はい、そういったところを改善するだけで上行きます、はい、そうですね。このエラーがなくなったらだいぶ得点も増えますね。いや全然増えますよ、うん、あとあの失点数も減ると思うんですよ、もっと。あ、失点、そうですね、はい、この失点が、うん、あの自責点じゃないから、はい、失点でやってるからエラーで失点が増えてると思うんですよ、うん、そのエラーを少なくすればダントツでセリーグ1位の失点の少なさになると思うんですよ、はい、でそうすることによって得点との相乗効果で勝ちが結びつく戦いができるんで、はい、もうねタイガースは簡単です。打ってエラーするだ、はい、これです。勝てる、そしたら勝てます。勝てる、はい、シンプルだ、はい、はい、で次4位中日、はい、中日は最下位からジャンプアップですからね。もう僕恐れてたっす、はい、この8月にドラゴンズの皆さん、もう昭和ゲームですって、はい、言わなきゃいけないんちゃうかと思ってたら、うん、息吹き返しました。いや本当ですね。で、まあ、ドラゴンズはチーム打率、チーム防御率が5位、はい、でチーム打率が6位、うん、盗塁5位、はい、ホームラン数が6位ですね。6位だ、はい、でチーム得点が6位、うん、でチーム失点が4位、はい、頑張ってる頑張ってる、頑張ってるんですね。だって低いもん、うん、その大体下の方よ。いや全部4、でもね、ですもんね、この躍進を支えてるのはね、やっぱりね、はい、投手陣、うん、やっぱその柳、大野がね、大野投手、めちゃくちゃ頑張ってる、で、まあ、柳とか、あとロドリゲス、はい、新しい外国人、うん、もう頑張ってる、はい、でも昨日ちょっと福大とかね、うん、まあ、打たれちゃった、あと松葉ね、はい、だって失点が103だもん、うん、どんだけ少ないか、今月の失点が102なんですよ、あ、失点か、102だもん、はい、一番少ないです、一番少ないです。前回中日137位、え、ちょっと防御率もすごいですよ。防御率だって 1.01 改善されてる、そう、縮めてるんですよ、うん、すごい。137失点で、はい、一番点取られたチームが、はい、102点、102点になりました。ダントツ少ないんですよ、はい、だってもうほとんど、だって2位が117の阪神だから17点違うんですよ。そうです。で大体31、2試合ぐらいだからもう1試合平均3点しか取られてないわけじゃないですか、はい、大体約ね、はい、それがやっぱ今のチームのね、はい、この上昇を保ってるんですよ。だから打たれたら負けるよ、はい、その代わりだから打線が頑張ればもっともっともっといけるいけますね。でもちょっと福田が怪我していなくなったりとか、はい、でもまあ平田とかね、高橋でアルモンテとかいい選手が帰ってきてるんで、はい、そういったところでねちょっと上昇してるんですけど、ちょっと昨日福田に打たれたりとか、はい、ちょっとここ食い止めないと、うん、ドッいっちゃいますよって、はい、いやでもであとだってホームラン、だからホームランはね、はい、6位、まあ広いからね、18本だからもう全然打ってないもんね、うん、で盗塁が15個で5位、盗塁少ないですね、まあ、走れる選手もそんなにいないですからね、うん、でチーム打率が6位のチーム防御率4位でエラーが3位、エラーもやっぱ少ないですね。そうですね、だもう守り隠すしかない、はい、去年はチーム打率1位で打って勝つっていう、もう今年は守りとこ、はい、もうその大野を筆頭に投手陣と、まあ、中継ぎは福祖父江、はい、マルチェンスとかの中継ぎ陣でエラーをしない守備、はい、これで乗り切っていこう。で、あとうちは勝てる、はい、うちは勝てる、はい、守り勝てですね、うん、やっぱ守り勝てだね、はい、守り勝と、はい、うん、そっちでいいですか、そっちでいこう、そっちでいこう、はい、やっぱ打てはね、ちょっと厳しいかもしれない。で、打てはさらに、打てはさらに勝てる、はい、守り勝てる、うん、でも1ヶ月でだいぶ完全に改善したっす、はい、ドラゴンズは。うん、次が広島、はい、広島なかなか上がっていかないですね。そうですね、広島がチーム防御率で 4.15 5位、まあ、縮めてはいるんですよね。チーム打率2割6分9厘の1位ですからね、はい、で盗塁23個で4位、うん、本塁打59で2位、え、いいじゃないですか、打ってる得点が245で3位の、うん、失点が256で5位、うん、
失点の少ないチームから順位になってるセリーグは。ああ本当だ、本当だ、そうですね、うん、でしかも、うん、広島はこの1ヶ月で140点失点してるから、はい、もうこの失点の多さだね。そうですね。でエラーも、まあ、20個と、うん、で計36個でセリーグ5位じゃないですか、はい、だそこだね。だから打ってるけど、うん、ミス多いよね。ミス多くてちょっと守れてないってことですか。守れてないし、うん、まあ、投手陣のねやっぱ中継ぎがね、はい、やっぱまだ改善されてない、はい、まあ、中継ぎをどうにかしなきゃいけないっていうね。だから先発のね昨日野村、はい、よかったりとか、ジョンソンがなかなかねと、うん、いうところもありますし、大阪が一回ちょっと抜けてたりとか、はい、っていうところでちょっと投手陣がねバタついてるんで、はい、ちょディフェンス頑張んなきゃ。だ打撃はね、堂林とか、はい、昨日松山もね、西川抹消されて、うん、野間がね、いきなり出てきて打ったりとか、はい、いい形でね、で坂倉がいいところで打ったりとか、うん、そう打撃陣はね、はい、いいところでいい試合っていうのはできてますけど、うん、やっぱね、投手陣とだディフェンスだね。カープはもうディフェンスどうにかするしかない。なんかディフェンスってサッカーみたいですね。あ、バスケットもないけど。だってもう、はい、点取られすぎだもん、140点で。そうですね、うん、まあ、打率は1位ですからね、うん、打率は1位だから攻撃陣はいい形で持ってるし、うん、その得点が130と、まあ、だって3位か、はい、でもそんな別に低くないですからね、うん、点取ってるのはね。そうですね、だからそう考えるとやっぱこの防御率含めた投手陣ディフェンスがしっかり頑張って、うん、その最少失点に抑えていけると勝てれるから、はい、まあ、やっぱ投手陣だね、頑張れ投手陣。はい、はい、ヤクルト、はい、一気にちょっとランクダウン、ね、2位から2位から6位ってなった時に、チーム防御率が 4.82、はい、チーム防御率最下位、チーム打率が2割4分9厘、はい、で4位、うん、だからちょっと打てなくなってますよね。2割6分2厘あったら。そうですね。で盗塁は36個で2位なんですよね、同率2位、うん、でホームラン51本で5位、はい、で得点が247の2位、うん、でも失点が293の、だからもうね、打たれすぎ、うん、本当だ、点取られすぎ、うん、そういうことだ、もうそこだ、そこ、うん、だからもう前半の時はもうなんとか中継ぎ陣で抑えて勝ってたっていうところもあったけど、はい、ちょっとここに来て先発陣が軒並みもう早いイニングでノックアウト食らってて行かれてるんで、だからそういったともう169って今月1ヶ月でも一番多いしね。そうですね、うん、1ヶ月で一番取られちゃってますね。で点数は125点と、うんうん、そこまで悪くないんですよ、うん、得点力っていうのはね、はい、チーム打率も、まあ、2割4分9厘、うん、まあ、多少落としたとしてもそこまで悪くない、うん、で足絡めた試合も できてると、うん、あとやっぱエラーだな、エラー21個してんもん、そうですね、今月だからやっぱりね、ピッチャー打たれる、エラーする、うん、点取られる、勝てない。いやだってこの失点が293じゃないですか、うん、巨人189ですからね、うん、100点以上違うってことですよね、うん、それは厳しいよ。だって今月1ヶ月でも巨人と46点、うん、いやそういうことですね、多く取られてるから、はい、ということで1試合平均1点以上多く取られてるってことでしょ、はい、で巨人より得点数は少ないわけでしょ、うん、そりゃきついよね。でエラーはジャイアンツの倍してるわけでしょ、はい、そのうん、でも簡単だね、ヤクルト、はい、エラーしないでピッチャー頑張ろう、はいはい、でもそう考えたらやっぱり広島やこの下位にいるチームっていうのはエラーが多くてピッチャー踏ん張れてないよね、はい、いやだから共通してる、本当に失点順っていうのが綺麗によく分かりますね、うんうん、でドラゴンズがなんで上に行けたかっていうと6位からね、はい、うん、まあ、一時 A クラス行きましたけど、まあ、ここ団子だから多分1日で変わるから、はい、あれドラゴンズが上に行けた理由っていうのは打つとかよりもピッチャーとエラー数が少ないことだもんね、はい、失点も少ない。で阪神じゃあなんでエラー多いのに上にいるんやっていうところで、はい、考えるとエラーしてる割に失点してないんですよ、うん、あ、本当ですね。だからもうピッチャーがめっちゃ踏ん張ってるね。はい、そういうことですね。頑張ってる、もうミスをカバーみたいな、はい、エラーしてもカバーしますみたいな、なんとか踏ん張りますみたいな、取られないっていう、うん、それからタイムリーエラーが少ないんです多分、はい、ああ、得点に絡まないエラーなんで、うん、だから奇跡の、うん、阪神は、はい、奇跡のバランス、はい、だから今改善しとかないと、はい、一歩崩れたらガー行くから、うん、はい、ここは踏ん張りどころですね。でミス減らせばもっともっといける。そうそうそう、うん、でまあ DeNA 巨人っていうのはもう根本的にエラー数が少ない、うん、でそれによって失点数が低く抑えられてる、はい、でその中で、まあ、チームを保ててるっていうところが、うん、まあ、1位2位にいる
ところだと思うんで、はい、でもやっぱこうやって見ると巨人って全部のバランスが最高にいいですね。まあ、だから1位なんだけどね。はい。だからまあよし、そういうことですね。今月の全球団のファンの皆さんの、はい、今日チェックポイント言います、はい、これを見とこうっていう、うん、エラー数と失点数、はい、この直結を見とくとそのチームの状況が分かる、うん、それで状態、調子がいい調子が悪いが出てくるのが分かるんで、はい、やっぱりそのエラーと、ね、失点数を、ね、見とくとこれが順位に結構直結してるんで、はい、まあ、エラーするチームは負けますよ。そうですね、うん、まあ、エラーしたらあーってね、うん、思ってあエラー多くなってきてるよ、はい、みたいな。だから全球団のエラーの数と失点数の数をチェックしておくと、はい、なんかちょっとそれが面白いかもわかんないですね。そうですね、うん、今月全然失点してないから上行ける可能性が高くなってきたぞとか、だから今週だからこの8月9月の1ヶ月、はい、まとめます。はい、セリーグエラー撲滅、それがチームの浮上の鍵。